武田市は、大分県の南西部に位置する市である。滝連太郎が、工場の月の構想を練った、岡城で知られる、城下町でもある。なお、市名の読みは、武田である、大分県の南西部に位置し、中心市街地は、大分市から南西約 55km、熊本県熊本市から東北東約 73km の場所に位置する。周辺は、九重連山、阿蘇山、祖母山、 傾き山などの1000メートル級の山岳に囲まれ、武田有水群や九十高原を持つ自然豊かな市である。東に隣接する文豪大の市と共に、豊肥地区と呼ばれ、沿岸部の南部地方と区別される場合がある。ただし、気象庁の予報区分では、武田市は大分県西部とされている。西は、熊本県、南は、祖母山、傾き山を挟んで、 宮崎県の2県と隣接している。ただし、武田市と宮崎県の間には、自動車の通れない歩行者用道路も含め、直接連絡する道路は一切ない。当市から、宮崎県へは、南西に隣接する熊本県阿蘇郡高森町を経由する大規模主要地方道の主要地方道武田五ヶ瀬線が単一路線で結んでいる唯一の道路で、他に、 南東に隣接する文豪の塩型町を通る、主要地方道大型高千保線などを経由するルートがある。また、武田市の一部地域は、江戸時代に熊本藩に属していた上、地理的にも熊本県に近いため、旧九,九十町、白谷などでは、熊本弁が使用される。しかし、集落や地区によって、方言の使用は様々である。基本的には、大分弁が広く浸透しているが、 熊本弁も広く普及している。大分地方と比べると、方言、イントネーションの違いが顕著な部分もあり、イントネーションについては、熊本弁と類似している部分が多数ある。山地盆地下線武田市では、市内の各小学校の周辺地区を12カ所にそれぞれ分けている。以下、各地区の大技とともに記述する。武田明治岡本城県宮城南正祖法儀。 合併前は10の大技があったが、合併により、新たな大技が発足し22に増加した。くすみとやなおいりしも武田気候は、市内全域が太平洋側気候に属している。ただし、旧武田市は、典型的な内陸性気候であり、夏は、日中は、暑いが朝晩は涼しい。冬は、九州の支部としては、北市と並んで寒い。一方、周辺部は、 冬季が寒冷で夏季は比較的冷涼な産地型気候の避暑地であり、竹田市街地とそれ以外の山間地域とは特に夏季の気温の面で気候に違いがあると言える。年間平均気温は摂氏14.5度、真夏日の平年値は50.0日、猛暑日は1.2日である、熱帯夜の平年値は0.9日とかなり少なく、朝晩は冷涼で過ごしやすい。冬は 九州の支部としては寒い地域の一つである。1月の平均気温は摂氏3.8度。祖母山、阿蘇山、九十連山の3つの山岳に囲まれた内陸にあるため、冬日の平年値は64.3日と寒い日が続く。真冬日の平年値は0.2日である。武田市街地においては、冬型の気圧配置では降雪は少ないが、 2月から3月にかけて発生する南岸低気圧で大雪になりやすい。2014年2月13日から16日には昭和43年以来46年ぶりの大雪となり、農業被害は3億円を超えた。平均年間降水量が1826.1ミ、mm、リメートルとタウで特に梅雨期に集中するため、過去には平成2年や平成24年等に水害も発生している。 2012年7月中旬の九州北部豪雨では、玉来川下流で氾濫ししが広範囲にわたって、浸水、住宅11棟が全壊し、半壊87棟、床上浸水87棟、床下浸水88棟となり、橋の流出も見られた。この豪雨の影響で、文後武田駅、宮地駅間は、翌2013年8月3日まで普通状態となった。 気温、降水量局地、編集大分県熊本県宮崎県直入郡、竹田町、豊岡村、明治村、岡本村、玉来村、松本村、入り、田村、宮戸村、大名竹村、菅尾村、城、原村、宮城村、小木村,村,村、柏村、白木村、九十村、殿村、長湯村、下竹田村、郵便番号878-8555。 大分県武田市大和浅海六650番地、郵便番号879-6192大分県、武田市小木町選ばる1772番地7、郵便番号878-0201大分県、武田市九十町九十六千百六十一番地1、郵便番号878-0402大分県、武田市直入町長湯八千二百一番地詳細は、大分県、第二区を、 参照衆議院賞選挙区選挙では、だいぶ2区に属する。直近の第47回衆議院議員総選挙での選出議員は、以下の通り。なお、吉川元が比例で、復活当選している。本市で一つの選挙区を成す。定数は一人。直近の第18回統一地方選挙での選出議員は、以下の通り。武田の姫だるま1967年1月1 大分県立2006年、武田市にある武田商業高校と東に隣接する文豪の市、三重町にある三重高校、三重農業高校、小型工業高校の4校を統合し、総合選択制の3重総合高校が現在の三重農業高校の位置に開設、統合された4校は、同年度より募集を停止し、在校生が卒業する2008年3月をもって、閉校となり、 跡地には、武田中学校が、翌2009年8月に移転した、市立武田市立武田市立文化施設、編集図書館、図書室、編集美術館、博物館、編集公民館、編集体育施設、編集郵便局、編集市内は、市内中心部を除き、大半が、鉄道空白地帯のため自家用車やバスタクシーでの移動が主流である。 市の中心街の周囲は山に囲まれた盆地にあり、どこに出るにもトンネルを抜けなければならないほど多くのトンネルがあることから、レンコンの街の異名がある。中心となる駅は、文後武田駅。三重町、大分方面には一部時間帯を除いて、毎時一本程度運転されているものの、同駅規制は、運転本数が大幅に減る。地域高規格道路、編集有料道路、 編集一般国道、編集剣道、編集道の駅、編集、広瀬武雄像、ありがとうございます。